アナジャコアナジャコタメアナジャコ科に分類される、甲殻類の一種、名称と認めが似ているが、シャコとは、類縁の遠い別の生物である。ただし、地域によっては、アナジャコも俗に、シャコと呼ぶ、日本の北海道の太平洋側から、瀬戸内海を経て、九州熊本県までの区域、高知県、ロシア極東、朝鮮半島、中国山東省など、公海沿岸に分布する。 泥ヒ型に Y 字型の深い巣穴を掘り、腹部にある遊泳客を利用して、海水の流れを起こし、後部付近に密生するヒゲで、プランクトンやデトリタスを腰取って食べる、ろ過接触動物である。日本列島沿岸域には、同じ穴じゃこ族、ポケビアの横や穴じゃこ、ナルト穴じゃこなど数種が分布する。同じトガではないが、生態の類似した、沖縄穴蛇子こかの沖縄穴蛇子サラらシーなアノマラが、 琉球列島のマングローブ林や遠征湿地に生息している。大型であること、入り口に巨大な泥の塚を備えた、長大な巣穴を掘ることで目立つ存在である。体長は、有志ともに十0センチメートル前後。体は全体的に柔らかく、第一胸足は大きな可動指と小さな不動脂で不完全な、ハサミ状となる。東京港は、えらい木が発達し、左右に膨れる。 腹部は前半部がやや細く、下部に遊泳脚と呼ばれる、ヒレ状の嵐を持つ。メスの嵐は5体だが、オスは大ヒト人嵐を欠くので4体しかない。春から夏にかけてが繁殖期で、メスは腹部に放卵する。孵化後は約2週間ほどの間に3期のゾエア妖精、デカポティト妖精を経て着底しは過去体となる。なお、巣穴を一時的に利用するものも含め、 生活間に、アナジャコを利用する多くの生物が存在する。直接アナジャコの体を利用するものとして、体表にアナジャコオロコムシなどのタモ類や、胸足の間に2枚以外の真心ガイペラーグルネイマー、おしまいが付着する。その他規制的なものとして、腹部に、下心ガニが付着するほか、当脚目のエビアドリムシ類が、腹部や室内に、顎足砂の袋ムシ類が、腹部に付着する。 幼体は、着底後に巣穴を掘り始め、体の成長に合わせて、巣穴を小道、長さともに大きく掘り進める。生体の巣穴は深いもので2メートルを超え、上部50センチメートル程度の U 字型部分と、その下に長くつながる棒状の部分からなる。干潟表面の巣穴は、数ミリメートルであるが、深さ数センチメートル以下の部分で膨大し、直径2から2.5センチメートルとなる。 生体の住む巣穴は、巣穴の内面は粘土を固めて、チューブ状に滑らかに整えられている。泥干潟の深い部分は、嫌気的で還元性の粘土質の土壌であり、それを掘り上げて、内壁とし、そこに酸素が豊富な海水を通すことから、粘土が酸化されて、より強固に固まるためと言われる。巣穴は、他の生物に対して様々な影響を与えている。巣穴を利用するものとして、 ヒモハゼ、ビリンゴなどの小型ハゼ類や、くぼみ鉄砲エビや、トリウミアカイソモドキなどエビカニ類、カイアシ類、タモウ類、二枚貝、カイ、ホウキムシ類などの共生が見られる。また内壁にはバクテリアが多く、大量の巣穴により、干潟の有機物を分解する表面積を増やし、6カ所であることによる自身の露化能力と巣穴内の水の循環と合わせ、アナジャコは、 干潟が持つ海水の浄化能力に大きく寄与していると考えられる。同じアナジャコ族には主にカキの種がある。また、同じ族に分類されていた種にカキがある。アナジャコの巣穴は深く、巣穴を掘り返して捕獲するのは困難かつ、非効率である。しかし、アナジャコが巣穴を守る性質を利用する、アナジャコ釣りという方法で簡単に捕獲できる。筆を利用する、アナジャコ釣りアナジャコが生息する、 ドロヒ型の表層数センチメートルを削り取ると、アナジャコの巣穴が現れる。このアナジャコの巣穴に筆を差し込むと、アナジャコは巣穴を守るために異物を押し出そうとするため、筆が外に押し出されてくる。アナジャコの第一、胸足が巣穴の入り口付近まで来たところを手で捕獲する。捕獲時には、極力両側の胸足を押さえることが好ましい。片方の胸足のみを押さえると、アナジャコは、 地切れして逃げてしまうことが多い。アナジャコの、トモズリタのアナジャコが巣穴に入り込むと、本来その巣に生息する個体は、筆よりも高い確率で侵入者を押し出そうとし、押し出した後も入り口付近に止まり侵入者を威嚇する。この習性を利用し、おとりのアナジャコの尾に洗濯バサミ等をつけ、巣穴に潜り込ませる。おとりの動きを妨害せず、かつおとりに逃げられないために、 ちょうどいい大きさの洗濯バサミを利用する必要があるが、慣れると筆の場合より簡単に捕獲することができる。味噌を使った捕獲法韓国では、穴に、天ジャンと呼ばれる味噌に似た調味料を入れて出てこさせる方法が取られる。日本では食材として一般的ではなく、あまり流通しないが、知る人ぞ知る季節の美味とも言われる。塩茹で、素揚げ、唐揚げ、天ぷら、 味噌汁などに利用できる。癖があるため、調理法は限られている。殻は柔らかくほとんど丸のまま食べられるが、頭部先端付近のみ、硬く鋭いので、ここを切除すると良い。穴じャコを食べる習慣がある地域として、主に以下のものがある。なお、柿のうちで国内における地域では、穴じャコのことを単に、シャコと呼ぶ場合がある。瀬戸内海沿岸の岡山県近辺では、 穴じゃこを食べる習慣があり、穴じゃこ料理は郷土料理となっている。特に、浅口市寄島町、笠岡市、倉敷市玉島が産地として有名で、同地域は地元産の穴じゃこを利用した穴じゃこ料理が名物となっている。特に、倉敷市玉島の高橋川川口で採れたものは、地名から名を取り、落島社湖。同様に、寄島町のものは、寄島社湖という名称で、 ブランド化している。熊本県荒尾市では、有明海の干潟で採れるものを、麻雀と称して、塩茹で、天ぷら、素揚げなどにして食べることが多い。台湾西部の昇化県市か港町では、アナジャコ科のオースティノジビアエジューラスなどを唐揚げにして食べることが盛んで、この料理を、エビサルソと呼び、名物となっている。食用以外にも、釣りやハエナワの餌として使うこともある。釣り具店では、 通称カメチャコとして販売され、鈴木、チヌ、カレー、マダイ等の大型肉食魚を漁獲するのに用いられる。特に鈴木狙い等での投げ釣りでは、外角が軟弱な禁煙種のスナモグによりも張り、外れしにくいため、遠投に適している。ありがとうございます。